皆さん、今回何に関してね、言及させていただきたいかというと、気になるニュースに関してね、皆さんお伝えさせていただきたいと思います。今回気になったのが、サウジアラビアが政策転換ということで、観光ビザの発給を、開始するということで、これに関してです。まずちょっと記事を読ませさせていただきたいんだけど、日テレニュースということで、サウジアラビア政府が27日、観光目的のビザの発給をはじめとすると発表した。外国人観光客を受け入れてこなかった政策を転換するということで、サウジアラビア政府によると、観光ビザ1年間有効、1年間も有効ってすごいですね、複数回入国可能なもので、日本を含む約50カ国ではオンラインで申請し受け取ることができるということで、サウジは、これまで外国人観光客事実を受け入れてこなかったが、世界に向けて扉を開くとしてどう、政策を転換したもの。全日空観光アクション部、中村慎一担当部長、大きな国で歴史もあるので、非常にポテンシャルがあるのではと思っているということで、王位継承者ムハンマド皇太子が主導する改革の一環で観光産業を育て雇用の創出を目指すということで、イスラム教の教えを厳格に守るサウジは、女性は外出する際髪の毛や肌を隠すよう求められるが、観光客に対しては控えめな服装で 肩と膝は隠すべきなどと留めているということです。これに関してです。ちょうどね、これこれからね、中東、アフリカ、中央アジアに行くんだけど、その中で中東、サウジはね、まあ、去年も結局中東、カタール、オマン、ドバイ、バーレーンに行きましたけど、結局そこのサウジに関しては現地からの招待がなければいけなかったら難しくてね、いけなかったんです。で、今回もね、結局これから中東、アフリカ、中央アジア30カ国半年で収容しようと思ってるんだけど、その中で、行こうと思ってたんだけど、ね、行きたいと思ってたんだけど、結局こういったビザが必要なんで、ビザしかも向こうから招待されないと、だから観光では気軽に行けないということね、そういったところもあるんで、結局は招待状ね、なんとかそれを取ることできると思ったんだけどね、それをするのはちょっと手間かかるんで、あえて、まあ、そうせずにと思って、まあ、いずれはと思ってたんだけど、結局今回ね、27日からということで観光ビザということで、これ、まあ、ロシアはこの間 E ビザで行きましたけど、それと同じような形で、ビザがか、まあ、観光ビザ発給ということでね、今回行けるようになりました。なので、今回ねサウジは入れてなかったんだけど、サウジも行くことにしました。ただ現状で、ね、皆さんご存知の通り、イランとサウジ、これ仲が悪いです。サウジがイエメンね、イランがイエメンを通じて攻撃を行った。これに関してアメリカも、入ってきてるわけだけど、それに対してサウジとイランが結構仲悪いです。これは前からなんだけど、去年なんか行った時もね、サウジが、いわゆるイランがね、カタールと仲良くしてるんです。イランとカタールがね、その中、まあいわゆるそのカタールと国交を断交したんです。サウジがそれに付随する形でアラブの国々、カタールもアラブの国なんだけど、ね、でもイランとねつながってる。で、他のアラブの国々はサウジに従う形で、結局国交を断交したんです。だからドバイね、 UAE とかバーレーン、オマンなんかもそうなんだけど、結局国交を断交したので双方行き来する、飛行機なかったんです。なのでカタール、行く時っていうのはね、最初アルメニア、旧ソ構成国のアルメニア州のエレバンからカタール航空を利用して、ドーハまで行き、そこから、キプロスに飛びました。キプロス共和国の、古都ラルナカね、そこ行きで、そのキプロスに関しては5泊全部でして、その後向かったのがバーレーンで、そこからバーレーンのマナーマまで向かってって感じでしたけどね、まあ、そんな感じで行きました。だから今回これに関しては十分調べないといけないんだけど、下手すればね、今イスラエルの問題もあるんだけど、イスラエルと他の国々、スタンプを押すと入れなくなるとかね、そういうのと同じようなことがあり得るので、それは十分自然にね、ちょっと調査していこうかなと思ってます。ということで、サウジアラビアも今回、行くことにしました。ということでね、中東に行くには、まあ、前回抜かした国は極力抜かしたいんだけど、一緒に行く、この間、紹介したタッキーね、いるじゃないですか。だからドバイはちょっと見せてやりたいと思ってるんですよ。だからドバイ、まだ俺来てない子あるんで、ドバイ、ブルジュハリア行きましたけどね、ドバイも行きます、UAE ね。あとカタールは、まあ、カタール国家エミレスで行くんで、ドバイか、もしくは、カタールのドーハ、どっちかに行こうと思ってるんだけど、その後ね、その2カ国はほぼ確定です。この2つは去年行ってるんで、再訪になるんだけど、そして、イスラエルね、このイスラエルってまた周辺諸国行くときに、まあ、いろいろ考えないといけないんだけど、レバノン、
で、クウェート、ヨルダンで、サウジアラビア、そこには行こうと思ってます。だから今言ったいわゆるそのイスラエルね、レバノン、ヨルダン、クウェート、イラン、サウジ、最低6カ国は行きます。6カ国プラス自分が行ってことがあるカタール、ドーハということで、8カ国ね、中東ちょっと今回行こうと思ってるんだけど、その後まあなサウジアラビア、まあ大体そのアフリカに関しては大体20から25ぐらいと考えて、まあ、中アジア4カ国、5カ国ということで、まあ、約30カ国と思ってます。ということで、まあ、サウジということでね、まあ、なかなか行ったことないと思うんだけど、まあ、ロシアもこの間極東のシベリアがね、結構行きやすくなりましたけど、サウジもついにね、対外に対して開くのかなと思いました。なのでちょっと楽しみにしてます。ただ、皆さんね、このサウジに関してはアラビア半島の盟主です。その盟主という国、まあ、サウジに関してはイスラムでも厳格なイスラム教の国です。その中で女性は絶対もうここまでもう目が見えないですね。まあ、他の国行った時もそうだったんだけどね。こんな感じで、外国人に対しては割と柔らかいということなんだけどね。女性は控えめな服装で肩と膝、まあ、男性もね、自分もこういう格好しません。中東行った時はね、イスラムの国行く時は必ず半袖シャツにはしてるんで、で、半ズボンをやめて、長ズボンと厚くてもね。半袖シャツということでやってます。だから女性なんかはもう少しやっぱり気をつけるべき懸念かなって感じはするんだけど、まあそんな感じでね、また現地よりね、いろいろと、発信させていただきたいんだけど、多分インターネットって多分 SNS がなかなか使えないのかなって感じはするんだけど、そういった状況もね、皆さんにお伝えしたいと思ってます。とにかくサウジが行けるようになったってことで、楽しみにしてます。皆さんもね、これから行く方も増えると思いますけど、まずは自分がね、行ってきます。